か。こんにちは。こんにちは。今日はまかないシリーズやっていこうと思います。イエーイ、はい、この間やったのが鶏肉でしょ。鶏ときたら鹿いや、そう来ると思わなかった。俺完全に豚って答えてくれると思った。鹿はないんだ今日ね、豚です。豚と言ったら美味しい豚キムチ丼。豚キムチ丼、はい、簡単にささっとできる今日はレシピやろうと思います。まあ早速やりましょう。よいしょ。はい。わかんないですよね、そういうの。わかんないね。いや、握ってくんのかなと思いつつ、俺がなんかスカみたいな感じだったから。まず使う材料が、まあ、豚肉、これ今日細切れです。あとキムチとオイル、玉ねぎとみりん、醤油、ちょっと隠し味にお味噌、まあ、丸米さんのねお味噌も美味しいんですけど、こちらは信州宮崎農園さんの手前味噌っていうねお味噌なんです。あとはチャンネル U さんにセカンドの方でちょっとご紹介しましたけれども、お土産をいただきまして、その中の一つオニオンスープ、キャプテンお願いいたします。はーい来た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 。今日もやってきますよ。いや、お願いします。やってきますよ。じゃあね、今日ね、でも本当ね、やることそんなないんですよ。はい。まあ材料これだけじゃないですか。玉ねぎをスライスしていただいて。玉ねぎを。今日全部使いますか。そうだね、やっちゃおう。まあもうこの辺は手慣れたもんですよ。おお、力強い。あれ結構硬い玉ねぎですね。あ、そう。あともう炒めていくだけなのですが、はい、はい、ここでね、お肉なんですか、なんですかそれ。え、揉むんじゃないですか。いや、まあよく分かる。まあまあそうなんですよ、揉むんですよ。ボウルに出してもらってお肉を、はい、お醤油と、ありがとうございます。え、みりん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あと蜂蜜。蜂蜜、これはもうそれからお味噌。お味噌はね、本当隠し味程度なんでこのぐらいです。ポン、揉み込んでください。揉み込んでいきます。この、はい、てめえ味噌ですかてめえ味噌多分手前味噌だと思う。手前味噌ですね手前味噌。手前味噌、ほぐしていった方がいいですかね。そうだね、ほぐしつつみたいな感じで。今日ね、鉄のフライパン使っていきます。じゃあ早速加熱してもらって。玉ねぎ。玉ねぎ、はい、どうぞ。ありがとうございます。いきます。どうぞ。はい、どーん。おー、いい音。キューマキャップ、はい。やっぱり玉ねぎ炒めるときにはなんかありますよね。忘れるわけないじゃないですか。忘れるわけないですか。何回やってると思ってるんですか。いや、忘れてたわけではないですよね。忘れてたわけない。そうですよね。やろうと思ってたら言われたっていうあるじゃないですか、夏休み宿題やろうかなって思ったら、母親とかに宿題やったのって言われて、もう、もうやる気なみたいなやる気だけは今なくなってないですけど、ね、ないけどね。このぐらいで豚肉。豚肉もう入れちゃいましょう。豚肉いきます。はーい。ほっ、はい、いいですね。強火でいいですね、ずっと。これは完全に火が通ってからキムチですか、うん、そうだね、もうここでだからもうがっつり火入れしちゃってもらって OK。 それ量が多いんで。あ、そうだね。そしたらね、キャップ、はい、これ炒めてる間にお湯沸かしてあるんだけど、こちらですね、はい、それちょっとお湯切ってもらって。お湯を切る。あ、火切ってもらって。火を切るね、失礼しました。そうですね。ここ優しくのって。優しく、優しくのってそれ今何にも持ってなかったよ、ね、3分、はい、3分このまんま火を切ったまんま蓋をしないで3分。蓋をしないで、はい。ぼちいいな、ぼちいいな、ね、うん、この程度になったらキムチ。キムチですね、はい、キムチ。キムチ全部入れちゃって。全部どうぞ。強火マックスで。強火マックスで、そう、もうガシガシ煽って、もう温まったら OK みたいな感じですね。卵の方が、うん、あ、卵の方が、ね、3分ですね。3分経ちそうですね。で、3分経ったら、あ、まあそれそのまま乗っけてもらえば、うん、そうそうそう、蓋をして、で、8分。いいですね、このくらいになったら OK です。じゃあキャップ一応、じゃあちょっと味見だけしてもらっていいですか。味見ですね、うん、時期的にね。
あ、あ、なんか懐かしいっすね。なんだろうな。 OK です。じゃあ完成でーす。じゃあゆうさんにいただいたオニオンスープも素晴らしい。こんな感じ。ああ、なんかね、ホッとする匂いがする。ホッとする匂い。キャップはどんな感想、うん、なんか北海道の寒さを耐え抜いてきた力強い玉ねぎの甘みというかコクというか、十二分にとても強く感じる強さ、優しさ、勇気みたいなそういうのを感じる匂いかなと私はそう思いますね。じゃあ豚キムチも盛り付けましょう。はい、行きます。はい、ほっ、あ、やばい、やばい。じゃあ温玉もね、完成しましたので、はい、割っていきましょう。割っていきますか。真ん中にね、ただ一般のそういうの持ってない。おー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 、流れるな、流れるな。これいいね、ぐで玉みたい。いただきます。はい、うん、いつもと違う。僕の愛情入ってるんでいただきます。さっき味見したんでちょっと分かんないですけどねいただきます。うまいですね、やっぱこの、うんうんこれいってみます。あ、そうですね、ちょっとスープの方も。じゃあスープの方、はい、オニオンのね、ゆうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。どうぞ。あー、お、美味しい、これ。あ、美味しい。これ美味しいっすわ。おお。これこんだけうまいのにカロリーが14キロカロリーとかいう、うん。あ、そこはありがたいね。これはもう、うん、飲み放題だね。飲み放題ですよ。うん、スープバーです。